皆のコメント欄を見てみよっかね。どうも、こじきんでございます。えー、今年もね、J2 の順位予想をやりました。私の予想はこんな感じでございます。早速、いろんなところで後悔というものがありますが。<laughs> ま、まだね、3試合か。わかんないからね。よかまし、1位にしてくよかったかな。わ、まあ、かんないよね。こっから長崎がぐん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 って1位になりましたね。もう2位の千葉の予想はもう呪いのように予想してますから。はい、毎年ね。 岡山ね、11位よりももっと上行きそうっすね。もう6位は入ってきそうな感じの勢い。そんなところで皆さんの予想を見ていきましょうか。まずは、くしゃみ爆発。変な名前のやつから三ちまごになっちまった。1位長崎前、2位ちえー。同じ。3位候補はちょっと俺とだいぶ違いますけれども。ほいほいほい。ほい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 。15位横浜だって、くしゃみ爆発。へえ。ー。 なるほどね。横浜市はマジで、俺、なんかなんかガチで予想したら横浜市やっぱ2位か。まあ、長崎と横浜市どっちにするかって感じでね。あえて長崎を選んだけど。え、意外とみんなそうじゃないの横浜市だって圧倒的に強くねあ、途中までしか予想してないで、これはどうですか。意外に戦力はどの程度でかみんなでね。えー、えー、ええー、ええー、市原。えー、えー 結局予想しないんかい <laughs> まあ俺いい目つけてるからなんか、一応目は通したんだな。記憶になるわ、このコメント。AKM8223。1、横浜市、位、長崎。まそうだよね。横浜2位、長崎。まあ、そうだよね。3位 4. 4、横浜4 2あー、町田、いいね。なんかありそうな予想っすね、うん。うわ、ありそう。この人の予想ありそうだな。あ、11位、岡山。はい、はい、はい。大宮ベルいい土 ああ、いい感じだけど、ま、あ山口が今ね、あのー、始まってから割と好調ですよね。シーズン終盤はどの辺にいるのか。えー、リングルサット。こう振って、戦力普通に見てもお崩れしない印象。ああ。変身を表示。なはははは、何こいつ。メガネの水。ラワワテン、ワワテン。意味がわかんないこいつ。 絶対なんか寝ぼけた状態で、このコメントに対して返信しないでしょ。えタターロ。あ、なんかさっき J1 要素の動画見た時もいたかも。1位岡山。おー、おもろいね。でも実際にありそうだね。今の状態だと。2位長崎三位岡山。あ、まあいいとこついてんですね。8位水戸。さあ、水戸がね、まあ今日大分戦見てたけど、サブメンバー中心の中ですごい面白いサッカーしてたし、今ここから上がっていく可能性ありますけど、序盤はね、下の方に沈んでますね。えそ、ー、んな感じで。 あーまあやっぱなんか下の方なんとなくこう似てきますよね。岩手とか山口とか群馬とか。龍一応かも二葉か。ええー。こういう意味。あの、結構水戸上位要素多いね。みんなもそう思ってたんだ俺割と水戸甘上に入れる人いないかなーって思ったんだけど結構いるね。うーん。 はい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 。スネオのママも投稿してます。スネオのママも見てます。1、横も一緒に、置いたててて、ててかなり堅実な、つまらない予想で。何へ7より上は順に変わらず面倒決まり方さてさて、どうかね骨格組み合わせに力で NPO 以上それはどうかね そんなでうぶっちで、ね、まあ、これはわかる。辞典の多いった。長崎は自動食室とんに利変だもうちょい。かったから町田千葉だけど、町は中間より知った人にも伝しいんだ町だほんと少人数だからね。まあ、今のところうまくいってるけど。じゃあ、そのまま25点ぐらいだったこういう意見はにもならわない。スカットエンドンズだけだったら、やるな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 ら。いいですね、やるなら、やるなら、やるなら。いいですね、やるなら、やるなら。いいですね、やるなら、やるなら。頑張ってほし、はい、スネオのママ、意外とちゃんと <laughs> <laughs> スネ夫のまま解説やってくれよ、ちょっと。GX 解説してくれよ、スネ夫のまま。やってくれよ、おい。でもさ、今俺一つ思ったのがさ、堅実なつまらない予想でって言ってる、この人の予想の中で、この、あの、大宮 RDJ が19位っていうのが、<laughs> ね、大宮もなんか落ちたなっていう感じですよね。みんなからそう思われてんだな、大宮 RDJ。<laughs> 俺の中でまだどうしても、多少やっぱ J1 にいた頃の記憶が強くて、 うーん、なんかやっぱまだ自立の会にいるのはありえないんですけど、でもやっぱ実際今年も始まって二たあげたらもう守備がね、あんまり良くなくて、点は取れてるけども、負けてるし、ね、大宮ほんとなんか、やばいっすね。<laughs> まあまあ、まだわかんないけどね。なぐもっこファーム。長崎甲府仙台山形。群馬5位。おー、面白いじゃないの。 横足20位嘘 !22 きいこれは面白い予想ですね。いいね。ちょっとこの人の予想、面白いじゃないですか。<laughs> <laughs> フリマルバカ。<laughs> <laughs> ご<めん> <laughs> ちっっごやつ このシ,シン、プルなのがやっぱなんか一番面白いかもね。<laughs> バっ<ッカ> <laughs> 小学生かなそれか。本当に言っちゃってる人が。あーおもろ。このいいね4はどういういいね4のこれは、受け狙いのバカなのか、ガチのバカなのか。 予想なんだけどいいじゃん。優しくしてちょ,う <laughs> ちょ、ちょっとキモい。ちょっとキモいってコメントしたけどやめとこちょっとじゃない。かなりキモいってコメントしたけどやめとこなんかよくわかんない。第三者が絡んできたけど、それはするしとこはい。はい。はい。あいねあ、さっきもなんか J1 の予想見たからな。1位長崎に大分、に位置いたんで、3位うーん。はい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 。はいはいあー、はいはい。 うん、やっぱ大宮の予想低いね。悲しいね。去年千葉は広角予想にしまして。深井なぁ。<laughs> め、めっちゃ真面目じゃん。めっちゃ真面目。え、撫でてあげろ。このアイコン撫でてあげる。ほら。ほらほらほら。アイの字に沿ってこげ撫,撫でてあげる。お前のこと。めっちゃ真面目だね。でも消化が難しいかなと思いました。ごめんなさい。撫でてあげるこれ。いい人、いいやつすぎるな、こいつ。変身の表示。熊本は、つえーぞ。 言っときます。<laughs> ジョンジョン <laughs>。ジョンジョンのアイコンがジョンなんですね。大分、長崎。ああ、でも大分も結構多いですね。意外と横の市一要素少ないな。俺が思ってたより。うーん。うーん。徳島はやっぱあんまり入ってこないですね。 うんまあ実際今ちょっと苦しんでるとこもあるからなただボールの運び方とかやっぱ面白いっすよ。ボルティスのサッカー。桜井めっちゃいいね。この前の動画でも喋ったけど。あやっぱ金沢森岡この辺はやっぱ下に予想してますなあ、ちょっと今なんか、ぶつ、ぶつ切りになっちゃったかもしれない。再会ね、森岡面白いですからね。みたいな話をしてたはずです。いいね。 フィリピン。国家がやってきましたね。あ、1位山形、2位仙台。あ、ちょっと今までと違う予想ですね。うん。ええ、ー、横浜市入ってきてなーい。あ、ここに横浜市だ。うーん。町田ちょっと低めですねー、うん。あー、金沢、盛岡。やっぱこの辺が入ってくるんですね。えへへ、重複交付 いつの話で千葉昇格するとか100%ないわ笑。笑俺もそう思ってるけどね。<laughs> 俺もそう思ってるけど、昇格予想にしてます。はい。大変な矛盾ですけど。う、う、う。1位長崎、2位大分、3位仙台、4位山口。ええー、面白いですね。この人さっき J1 でも結構面白い予想してたんで、ちょっと注目ですね。うーん。で、ミートが入ってくると。 うん。あの、高額の方はなんか、割と、みんなと似てるというか、検身を表示。4位はさすがにないって、彼氏、かっこ山口サポに言われたわ。はぁは <laughs> はぁ<ー>ははは <laughs> 急に、急に彼氏の話しだした人がいる。よくわかんないから、ほとんう。 お <laughs> トム、ジェリーのアイコンに、おあ、全部予想できてないから。これはスルーしとくか。シャルル。あ、シャルルって何か結構前から見てくれてる人の気がする。名前聞いたことある。1位長崎、2位置いた。最後の試し。うーん。あ、すごい、無難。ありそうな予想ですね。うん。あ、でも水戸結構上ですね。みんなね、読書も来てて。 ああ、ありそうですね。やっぱ琉球、そうだよね。琉球、ちょっと今年やばそうだよね。うん、じゃあ何、え、なにえー、ええやし。自動車学園の長崎、山形、プリオフ、千葉、仙台、栃木、金沢、おおええやし、えー、足えー、やん。ええやしの予想、ええー、やん。あ、この人、いいね、すみません。ええやしの予想、ええー、やん。 長い飽きた。ええー、やん。なんか面白いですね。10位横浜だって。ええー、やん、ええー、やん。岡山20位。おお逆張ってくるね、みんなと。徳島22位。逆張りズムですね、これは。いいんじゃないでしょうか、そういう予想で。夢の音と書いて何て読むんでしょうかね。大分幸福。とうとう連なっておりまして。 徳島結構低いの予想ね。横浜市は最下位骨格だから案外伸びないとい予想。同じ骨格組で失敗するの徳島かな。抜かれすぎな気もする。骨格は去年終盤の失速概要を見て申し訳ないが飽きたに。うん、まあ、それはわかるわ。やっぱ飽きたね。まあ、ただね、青木翔太とって、えー、とかね。まあ、要所要所でいい補強はしてるんでね。うん。あ、桃太郎、浦島太郎、いたなさっきも。 J1 の方でも。若めし新潟。うん。7位琉球。うーん。降格は森岡、熊本と。そのまま落ちてくってことですね。2件の変身。徳島岩尾選手が移籍してきついと思う。<laughs> 急に出てきた宮本美恵子。また J3 降格か。別にこの人の良さが全てじゃないから。そんな落ち込まないで、宮本恵美子み。恵美子じゃない、美恵子。 ハートを送っとこうはい、吉尾みんなが水戸っていつも引き抜かれている印象だけどそれだけいい選手が毎年いるってことよねすごくねすか <laughs> すごくねすかすごいと思いますロルロット長崎五か山い町田山形千葉徳島山口栃木の降格予想ほい 坂城、えー。長崎、横飯。うん、えい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 、金沢、盛岡。多いね。やっぱ、結構広角、ここら辺のチーム多いですね。H、何 o うん、金とタレントだけを見ている一緒。J2 はそんなに甘くないからね。俺の予想に対して言ってんのが。みんなの予想に対してふふふ。<laughs> じゃあ、予想してみろよって言いたいけどね。まあ、あこういうね、口だけ出すやつだね。うんこです。次。よいよ。1位長崎、に位大分、3位岡林、4位,4位千葉、徳島山田、1あ意外と水戸一桁の人多いな。なんか、なんかなんかな、俺、水戸6位とかに入れたのちょっと尖った予想してるじゃんってすごい、気張ってたのにみんなも割としてるのかい。うん。あ,あ、仙台13位。 ありそうだよな、今年の仙台。町田16位、おえ群馬。群馬も広角要素ちょくちょくあるね。今のところ守備結構整ってるからあんま落ちなさそうっすね。えぇ、ー、悟空ブラック、空ブラック。とりあえず幸福昇格、山口広角が理想。はは、理想って。<laughs> 山口広角が理想って。<laughs> 理想っていうか、この人のね、予想なだけなので。望んでるわけではないでしょうん、甲府、ベルディ。おベルディ 2! 位えー、長崎。うん。うん、あ仙台もやっぱ評価低いんだなみんな。まあ、でも主力の演出ってそんななかったけどね、仙台。そビックと、西村とか、ま、アピア・タビアとか。 まだ J2 戦う上では十分な戦力整ってるからな。うん。まあやっぱでも監督のところだろうな。俺も思ったけど、先代は。監督がしっかりと戦術を練れるのかっていうのがね、不安視されますよね。えぇ、ー、フェカ。フェフを思い出したね。京都とか、札幌とかにいた。長崎、大分、千葉とかうん。 うん、山口盛岡骨格予想。山口盛岡のなんか、骨格予想多い気がするな金沢盛岡とか多いね白熊。あ、の長崎昇格予想も多いですね、大分も。うん。あ、よい、水戸。マジか水戸そんな評価高いのすごいね。うん。これってどうなんだろう俺の動画見たからみんな、水戸上の方にしてんのかな 普通に見なない予想してなのかなそこ気になるわ。印象操作しちゃってんのかな、俺が。印象操作してたら、2位に千葉たくさん入れるはずだもんね。だけどみんなしっかり千葉、プレオフ圏内か、それよりちょっと下のとこに入れてるから。<laughs> 俺の予想に影響されたってわけじゃないんだろうな。カツーン <laughs>。田中くん、どんまはい。えー、長崎、横浜1、2は固い。わかる。 他は微妙、わかる。新潟山田は厳しいかな。わかんない。T.I.K.1、新潟、2位、長崎、3位、横浜、4位、おい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 、千葉18、おい、おい、ベルディ最下位。なるほど。結構ガチで攻めた。なるほどね。面白い予想じゃんルイージファン。 この予想、彼氏、出た、こいつ。なんだ、この子。この子何、何めっちゃ彼氏、彼氏の話してくるな。彼氏が軸で動いてるのか。彼氏が見たら多分、切れるか泣くか。どっちかだろうな。彼氏は、予想見たら、切れるかな泣くのか。うーん。それは自分の応援するチームが、再開予想されてたら。点が多いな。うん。まあ、かわいそうだな。混ぜてあげるよ。 コロ,コロ、コル、コル、コロ、コロミー <laughs>。急に老眼が来ました。コロミーですね。はい。横浜市、長崎、千葉、宮田、大分、三戸また上ですね。7位ベルディ。うん。うん、やっぱ徳島、仙台、降格組の中のちょっと予想が低めですわね。うーん。いやー。 今んとこ盛岡はみんなの予想を裏切ってるね。いいね。はい。ジンジン。盛岡、群馬が降格予想。オンパコ。<笑><笑>ちやめろ。なんだオンパコって。大前出たけど、ザスパは降格せんと思うわ。まあ今んとこはそんな感じになりそうですね。SK クラブ。長崎、大分、水戸、町田、甲府、山形。うーん はいはいはい。あー、山口、金沢。なんかこの組み合わせもさっき見たね。いやー、山口でも裏切ってほしいですね。なんかここまで逆に俺最下位予想にしたけどさ。結構みんな下の方にしてるから、やっぱ裏切ったら面白いですね。チャンリオ、未来から来ました。おお1位かま2位長崎、3位置いた千葉。こう言いました。おでもありそうじゃん。マジで未来から来たかもよ、こいつ。うん。 ありそうちゃありそう。信じよう。こいつの予想が当たるんでしょう。波の、波森つとむ。ジェフにありがとうございます。どういたしまして。パカ。1位長崎。長崎1位多いね。うんああ。群馬岩手広角予想と。る、ロワドラ。 大分は安定的に1年戦えそう <laughs>、まあ。もはやちょっと安定的に、この開幕3試合で、ちょっといろいろあって戦えてるかは危ういですけどね。うん。まあでもいいサッカーしてますよね、やっぱ大分も。監督変わったけど結局つなぐサッカーで。うん。ただなかなか勝ちきれないね。今日のゴヤのシュートほんとうまかったね。えー、4位までの様子を以上見とくか。大分 JF がお見せす まあいいや。なんか長文書いてるけど。ペンペン。長崎、横浜、町田、大分、仙台、岡山。なるほど。まあ岡山もプレオフ圏内に入れてる人やっぱ多いかな。山口、群馬が国君そう。あっ、ワッいピーポー。好きな名前の人。お一1位町田ゼルビア。えー、あれ、初めてかな町田1位って。 あんまりなかったよね。水戸4位。ええー、水戸すごいな、評価高っ。うーん。で、ロアッソもやっぱり、まあ、真ん中ぐらいに組んじゃねって要素結構ありますね。うん。うん。シータさん。今年は大激戦。お、1位岡間、2位岡間。お、この人の予想、今んとこ当たりそうだぞ。ま,あ、まだ3説ですけど。んうん。うん <laughs> あ、だんだん来てきました。たか。古事金だんだん疲れてきました。思ったより予想が多くて疲れてきました。長崎新潟、岡山市、えい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 、お、岡山二十一。おー、秋田二十二。おさっき確か最下位秋田あったよね。あー、なるほど、なるほど。甲府が十五位 あ、これは俺の予想に対してですかね。なんて読むんですか、これ。知らん。1位町田。二位大分。ああ、町田 !1 位。おお、<laughs> さっきも見たけど。まあ、町田楽しみですよね。もう集大成って感じですもんね、3年目。うん。で、大、う、分、ん。あ、う、あ、ん、熊本が広格予想ですね。 はいはいはい。青春のさらば。<laughs> J2 ファン歴2年目の予想を見てみましょうじゃないか。うん。もうでもいいとこついてるんじゃないですかいいとこついてるんじゃないですかお、徳島15位予想。なるほど。お、でもいいとこついてるんじゃないですかうん。黒。お、一ち、ちだって。 えー、いい街だ。ちょっと珍しい要素ですね。今回はかなり攻めてみました。異論反論受け付けます。おいい姿勢。評価します。思いっきり異論来てる <laughs>。 ベグラとジュラクが違うと思う。テサマとヤカワタ、ナクラ、エンドなど、ユーモな選手いっぱいいますよ。えー、マセは、チーマンともサイドバックでやれるくらいいい選手ですよ。ガビーン。逆に今日のようにもう戦力上がってくれないです。<laughs> <laughs> ハム。いや、ついげんは残留争いは、ことしはないな。お持ち。はじめまして、ジェフファンです。一時、ジェフは参戦です。他は知りません。<laughs> 多分、税限は上位に入るだろう。<laughs> どんだけ税限をしたいんだ。しかもなんでこの人に対して言ってるんだかもしれない。新潟ももうちょっと上はいけんじゃない新潟ない ?12 位。まあ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 。なんとも言えないっすね。まさかつ毛利。俺は1位を置いた。<laughs> 男らしい。名前の通り、入りが男らしいわ。 俺は1位置いた、2位山形、3位岡米市、4位千葉、5位長崎、6位岡山。<laughs> 勝手に読み方を想像しちゃいましたね。えっ、ー、となんだっけ、小太郎だっけ。そんな感じの名前です。1位置いた2位山形。おー !3 位盛岡。おもろ。おもろな予想。ええー、攻めたね。 うん、<laughs> 22徳島。さすがにねえんじゃねえかな、22徳島は。なったらびっくりだけどね。ま去年の山田のことがあるからね。くれないみじ、みじかうん。東京マジで ?1 位ベルディそりゃないぜ。ベルディサポーターから言わせてもらうと。 琉球は来た。うーん。新潟結構低いね。うん。なんかこうやって見ると、栃木は広格はしないけど、下の方なんだなっていう認識なんですね、みんな。うん。なんて読むかわかんない人です。降格予想サポの方、申し訳ありません。みんな偉いね、ちゃんとそんな前置き置いて。 あ、でもちょっと、全部予想してないんで、パスです。あ、でも骨格ラインに大宮を置いてんだね。面白いっすね。マリビト。1位長崎、横浜。あいはい無理よかな。予想したけど今年マジでわからんな。今年人的には骨格した日が黒部の中では2位。いや、仙台と徳島は少し苦しいと思うかな。同じく。大分と横浜は正直 J2 だと反則レベル。特に横浜だけど、仙台と徳島は上位レベルであるけど、あったと手ではないからね。何にせよ今年の J2 は軸やな。うん。 遠いマウリーニョ、助っ人ブラジル人来ました。大宮ヨガメ大分ヨガメシ。はい。J2 <laughs> をよく知ってるやつの予想じゃん。<laughs> 大分はリーグ戦の終わり方と言ってるのはと言い、最後は良かったから期待よ、コメント。徳島屋は悪いけど、垣田も宮城もいいわ思いないし、あんまり期待できない。そうねー。まあ、ただ代わりに入ってきた選手がまた活躍したりはしてますよ。うん。 僕の予想です。IUA オミルク長崎岡山が自動昇格と、うん。え、ジェフユナイテッドって今、一からついてんだっけ放課 <laughs> か、盛岡、琉球。やっぱ盛岡。岩手は一番多いかもね。<laughs> しゃっくり出ちゃった。しゃっくりと月風が同時に出ちゃった。<laughs> 去年は2チームしか的中させられませんでした。同じくそんなぐらい感じでーす。そんな感じでーす。 イルミナだっていレガルタ舐めすぎ。わら。それに対してジェイツの舐めてたら、簡単に戻ってこれませんよ。ジェイツの日本ってもっとジェイアンクラブを数えてみよう。うん。フリマル。あ、バカのやつだ。<laughs> バカって感じすやつだ。横市が優勝です。くたくた。<laughs> ベルディ1位。2位千葉。<laughs> はい。ないでしょう。<laughs> 今で9位。いや、でもね、わかんないよね。いや、まだわかんない。ごめん、今、ないでしょとか言っちゃったけど。ベルディ1位ある。うん。信じる。うん。新潟と大宮21、22。面白いね。この予想当たったら楽しいね。あ <laughs>、楽しいって言っちゃった。失礼失礼。お金があるチームがやっぱ下に行ったらなんか面白いじゃないですか。そういうこと言ったいや、別に新潟と大宮が嫌いなわけじゃないんだよね。えー、タカ。タカ、タカめっちゃいない ンテリオえ、なんか、俺さっきこの人の予想見た。あ、J1 のやつや見たのか。ザースパー。え、待って、めっちゃ予想してるな疲れてきた。もう動画これ収録してなえー、20分くらい経ったかな。どうも美味しい、パンダコッタ、長崎、こい。琉球盛岡。ねえ、ほら、もうだんだん最後の方になってくるともうみんな似てくるから疲れてきちゃう。あ、これで最後だ。えい、あと3つくらいで最後。 横山市と長崎が合格、自動昇格で。山口と力が降格予想。うーん。しげるピンクダイヤ。山形10位町田9位意味不明。最後。エンジョイ勢の逆襲。長崎仙台。ああ、仙台自動昇格もあんまなかったけど。うん。あれ。 琉球栃木が広角予想ですね。はい。こんな感じで、えー、疲れた。<laughs> 皆さんの予想を見てみました。なんかいろいろ面白い言い合いとかもあってね。楽しかったです。まあやっぱり長崎岡前市、大分、この辺の上位予想が多かったなっていう印象です。うん、で、下の方は岩手、あと琉球、うん。あとまあ山口、金沢とか。 で、まあその辺が多いですね。俺の予想はどうだったっけ広角予想は。ああ、盛岡山口。まあそうですね。まあまあまあ、そうなっちゃうのもいた仕方ないかなっていう感じでありますけど。はい。っていう感じで、そうですね。結構22徳島とかね。ええー、マジでっていう予想。どうなんだね。だ普通に予想してそう思ってんのかな。うん。 俺の一応この予想って、ミーちば毎回ないだろうなって思いつつも若干の期待を込めて入れてるんですよ。なくはなさそうだから。絶対ないだろうなってあんま俺予想に入れてないから。マジででも、すごいね。その予想当たったらすごいよね。徳島再開とか。去年松本再開ってほんと確か一人もいなかったと思うんだよね。俺の動画でコメント欄書いた人。そういうのを的中してくるやついたら、ちょっと、 そいつを褒めたたい,たいと思います。はい。というわけで、えー、結構長い時間見ました。使いました。<laughs> J2 の <laughs>。はい。みんなの順位予想見てみました。お疲れ様でした。すぐ寝ます。